代セミファイナルコスパイマッチ30周年一発勝負となります。Thank you.
さあ、名前を呼んでよ。お前ら優秀じゃねえか。みんなよろしく。
歩む。サンパーです。久しぶりだな。ルナちゃん、サンパーです。あれ、ルナちゃん、歩むとまだ続いてんのか。はい、もう付き合って6年に1年6年。おー、すげえな。1年6年。すげえ。あの子は、ゆうさくんの彼女の それ聞いちゃう？実は、でも内緒よ、コンプライアンス的に。ところで病院どうだった？病院まで迎えに行くって言ったじゃない。歩いてここまで来れたの？ね、大丈夫？大丈夫？ちょっと、ちょっと、あんたたちのせいでね、立花くんはこうなったのよ。なんでだっけ？みんなまとめて、私がぶっ倒してやるから、かかってこい！あー、なんだ？知れないわ。やらせてください。魔法かかれる？やります。いくわよ。えい、あれ、えい、あれ、大丈夫？やだ、
金縛っちゃった。解除解除。ちょっとあなた魔法じゃないわ今の。忍法と魔法違うじゃ、違うじゃないのよ。噛んでんじゃねえよ。キラキラ輝いてて、ある時顔にあざを作って帰ってきた日があって、俺すごい心配しちゃったんだよ。そしたらあいつ、こんなの大したことないって、あばらが折れてもすぐ治るよって、突き指してもかすり傷だって。俺そんなあいつ見てすげえなって思ったんだ。俺の親友もそう。俺の親友はちょっと前まで格闘技の試合に出てたんだけど、あいつの公開計量の体を見て俺何も言えなくなったんだ。減量して体バキバキになって、ものすごい練習したんだろうなって。1日2ブレーン3ブレーン当たり前、それで一人で戦いに行く。俺そんなあいつ見て孤独を感じたんだよ。抱きしめたくなった。お前は一人じゃない、俺がいるよって。でもリングの上では一人なんだよな。俺プロレスラーも格闘家もすごいリスペクトしてる。人生においてすごい影響を与えてくれた。俺も頑張らなきゃなって思う。俺も自分のやりたいことを、やりたい道を突き進んでいこうと思ってるよ。以上、小芝居マッチでした。